始まりのゴングが鳴りました。終わりのゴングはいつ鳴るのでしょうか。放送席解説はジャイアント馬場選手です。馬場さん、よろしくお願いします。はい、よろしくパンチ攻撃です。あっと倒していきます。 ハンマーを振り下ろします。なんと早くもいった。エルボーを落としていく。ヘッドバットです。 これだけの試合を毎日してますとね、体中ね、いろいろ問題が出るんですよ。でもね、レスラーは泣くことを言ってられませんからね。本当にそうですよね。打ち込みます。コーナーに振って浴びせていった。 カウント2つ。エルボーを打っていきます。カウントがあります。あっとパンチです。あっと固めていった。 他の団体はやることから覚えるが、うちはやられることから覚えるんです。と馬場選手は語ります。この辺りに全日本プロレスの秘密が隠されているような気がします。あっと切り返した。エルボーでブロック。あっとパンチです。
パワーボム。ツーカウント、ツーカウント。あっと返していった。抑え込んで肩が上がります。あっと逆に返した。あっと返していった。打ち込む。エルボー。ハンマー落としていく。抜いた。パワーボム。返した。返しました。あっとそのまま投げていく。諦めません。この選手掴んだ。落とした。マロさん、もうなりふり構わない。そうですね。あっと逆に丸めていった。肩が上がります。逆に丸めた。返していきます。今度は落とし。あっとそのまま落とした。浴びせていった。返した。返しました。逆に振り返した。投げていった。小脇に抱えた。そのまま投げていった。どうか。していきます。コーナーに振って、プレスしていった。カウント3。カウント3入りました。